J リーグガンバー大阪所属の韓国代表ファンウィジョが、フランスボルドーで新たな挑戦をする。現地メディアが報じた。レキップなどフランスメディアは、ファンウィジョがフランス一部の FC ジロンダンボルドーと4年契約に合意したと伝えた。具体的な条件は、明かされていない。2017年、 城南 FC からガンバ大阪に移籍したファンウィジョは、2018年のアジア大会で活躍。孫文民らと共に金メダル獲得に貢献し、海外でも注目を浴びていた。